ケルビン・マニュエル・グティエレスは、ドミニカ共和国ドアルテ州、ピメンテル出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のボルチモアオリオールズ所属。2013年にアマチュアフリーエージェントで、ワシントン・ナショナルズと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ナショナルズで、プロデビュー。60試合に出場して打率。255。 23打点、9盗塁を記録した。2014年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグナショナルズでプレーし、53試合に出場して打率。286、25打点、4盗塁を記録した。2015年は、A-9 オーバーダブルデイズでプレーし、62試合に出場して打率。305、1本塁打、30打点。 に投類を記録した。2016年は、A-9 オーバーン、A 級、ヘイガーズタウンサンズ、A 級ポトマックナショナルズでプレーし、3球団合計で115試合に出場して打率、296、4本塁打、56打点、25投類を記録した。2017年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグナショナルズと、A 級ポトマックでプレーし、 二球団合計で68試合に出場して打率。278、日本塁打17打点、5盗塁を記録した。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。11月20日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りを果たした。2018年は、a 久ハリスバーグセネターズでプレーした。 2018年6月18日にケルビン、ヘレーラとのトレードで、ブレイク・パーキンス、ヨハンセ・セモレルと共にカンザス・シテロイヤルズへ移籍した。移籍後は、参加の AA 級、ノース・ウエスト・アー・カンソー・ナチュラルズでプレイし、移籍前を含めた2球団合計で123試合に出場して打率。275、11本塁打、66打点、20盗塁を記録した。 2019年は開幕をトリプル A 級オマハストームチェイサーズで迎えた。4月26日にメジャー初昇格を果たし、メジャーデビューとなった翌27日のロサンゼルス・エンゼルス戦にて7番サンリュイッシュで先発出場すると3回裏にハイメバリアからメジャー初安打となる2点的自打を放った。この年メジャーでは20試合に出場して打率260 1>, 1本類打、11打点、1盗塁を記録した。2020年は4試合に出場して打率、111だった。2021年6月28日に DF となった。2021年7月3日に金銭とのトレードでボルチモアオリオールズへ移籍した。移籍後は、参カのトリプル A 級ノーフォークタイズへ配属された後、7月7日にメジャー昇格した。 ありがとうございます。